はい、これ頑固って魚ですね。買ってきました。今ちょっとここを片付けてたんですけど、スイッチ入ってなかったですね。まあいいや、また今度ね。大変でしたね、もうお仕事忙しゅうて忙しゅうて。これ頑固って魚ってね、300円だったんだわ。頑固だよ、ちょっとびっくりの名前だよね、これね。もう頑固は、え、俺のことねえ、なんかこうあれじゃん、面白い形してますよね。この頑固さんは、またなんか使います。なんか揚げてたらしいんだよね。明日揚げちゃおうかなと思ってますね。で、これがホッケね、ホッケ、ホッケの、あれ生ホッケ初めて見たよね、生ホッケなんてね。アイスホッケー、生ホッケー、つまんね。今日はまず、この生ホッケーをね、ちょっと焼いてみますね。ほら、すんごいね、ホッケー。2つ焼いて、残り3つは、これね、残り3つは、なんと、あれにします。こんなだよ。もうさばいてもらったんですかね。残りは、干します。干します。干します、干します。これが、あ、これは氷だね。もう一個買ったんだけど、ないな。もう一個は粒貝買ったんですよ。粒貝。粒貝どこやったっけな。こんなの入れたっけ。粒貝、粒貝、同じ袋に入ってたんですよね。あ、そうそう、ハタハタも買ったの。これすごいでしょ、このハタハタ。びっくりだよ、ハタハタね。ないぞ、粒貝が。粒貝がないね。ちょっと困ったな、粒がないじゃん。まあいいか。はたはたこれはね、一夜干しにして、一夜干して、それからやっつけます。粒貝がねえね。はい、行方不明です。まあいいよ。これがハタハタね、ハタハタ。これも塩しておいて干します。これまたうまいんだよね。一晩干して、揚げると美味しいです。これで185円。僕この魚屋さん大好きなんですよ。スーパーなんだけど、スーパーの中の鮮魚コーナーがやっぱり圧倒的にいいですよね。なんでそんなにいいの？やっぱり前世は魚屋だったんですよね。生まれる前から魚屋でしたってね。肉も安いし。あるんだよね、結局そういう、いいスーパーってね。魚をみんなの料理終わったところで、干しましょうね。ホッケ、生ホッケって初めてだね。ホッケって大体干されて売ってますよね。なんでだろう、やっぱり昔ながらかな。干した方がうまいって場合もあるんだよね。少し下せんな。どこ行ったろう。うまいや。じゃあこれ焼きます。5分表、5分裏。
そうね。でこれあの粒がやるつもりで今火つけたんでいないからまた後日かね。粒がどこ行ったろうな。同じこの緑の袋に入ってたんですけどね。どこ来ちゃったかな。まあいいやね。ゴミは捨てしまった。で、あと今日はあのカツが余ってるんでカツ丼にしてカツ閉じにしましょうね。1枚でいいと思います。そんなに多くはいらないんで。よし。で、これはこのままね。すごいね、この状態さね。これも閉まっちゃう。これはちょっと明日揚げ物にしましょう。明日揚げ物にします。頑固だってさ。韓国ってうちからあの1時間ぐらい北に上がったところにあるあの港があるんですよね。そこで上がるらしくてね。韓国の頑固。すごいね。ちょっと楽しみだね、こちらは。はい、楽しみがいいね、まさやくん。いいね、まさやくん。何その偉そうな男。いいね、まさやくん。でもねえな。ここにこうやって入れておきましょうかね。買ってきたんだよね。これじいちゃん、ありました、ありました。そう小さかったからヨーグルト裏に隠れてましたね。はい、これはね、貝は内臓ごと食えるからいいんだけど、ガンガンガンに至ってたらこうサッと通して、投資が終わったらすぐに酒と醤油で煮ちゃいます。捨てておきますね。まあ、ガンガラガンになるまで待ちましょう。この間の汁と、白は白菜。白菜に何のかなぁ。おろし10個ね。白菜に、人参に、これ買ってきましたね。100円で安かった。白菜、人参、椎茸。っていうことにしようか。まあこんなで十分だね。これが終わったら、玉ねぎ切りますね。玉ねぎ切りたんで、同じにこれは白々ですね。ホッケが焼きますからね。焼きホッケで、あのカツを1枚使って卵で閉じて、残り1枚はまた使いましょうね。ゴージュゴージュ。この100円ぐらいですね。あの魚両方300円だからね。もうなんか嬉しくてたまんないよね。小躍りしながら買っちゃったもん。お客さん何踊ってんすかな。踊らねえよ。今踊ってるって言った。嘘ついた。俺は嘘ついたんだよ。こんな少しだね。こんな少しね。これ相当か新鮮ですよ。これはパックじゃなくて売ってるの俺初めて見た。で、ザバッと入れてね。これザホッと入れるとぐるぐるって見えるんだね。そんなに長く見なくていいですけどね。内臓まで火通った上で揚げて、しないとダメだね。そうしないと生臭いね。ちょっと反対に内臓、奥の方に内臓あるでしょ。
ね、はい、巻き貝はね、ホッケがもう良さそうだね。はい、さっきの子、昨日の子、どこの子に、よいしょ。ガラガラ煮立ってきたね。で、ホッケだ、こっち、ホッケ、アイスホッケ、つまんねえ。あー、うまそうだね。すげえうまそう。もうちょっと乾いてくんないとダメだな。意外と柔らかいだからだね、ホッケってね。もうちょっと、もう3分しましょうね。あ、こっちもガラガラと行き過ぎましたね。よいしょ。水で軽くね、一回洗ってやらないとダメだね。といったところでお水足しまして、そのまま煮込みましょうね。はい、それでシュルシュルですね。シュルをいつものようにやりましょう。2枚あればいいでしょうね。内と外から炊いて取ります。里芋は今外に出てるのかな。こっちね、グラグラと煮立ってきたんで、はい、氷水がなくなるぐらいまで煮るので終わりますね。まあ、ちょうどいい半杯ぐらいに水入れてみてね。で、あとここね、ね、野菜は水筒だからね、あんまり過信しないで野菜中心のご飯を食べてますわってばっかりやろ。野菜いくら食ったって腹いっぱいなんねえよ。そんな簡単に腹いっぱいになっちゃったら、みんな野菜切って腹いっぱいになってるよ。食物連鎖ってのはそういうもんだからさ。だってベジタリアン言うでしょ。はい、います。どういう人なんだろうね。多分おそらく海外の代謝系統が違うんでしょうね。何らかの形の代謝が行われてないとね、人間は、人は生きてはいけない。あ、いけない、これ入れんの、これね、顆粒だし、顆粒だし、マサイさん、顆粒だしはダメだよって言ってうるせえ。じゃあ、世界中の人に顆粒だしでね、だし配って食べてみよう。死ぬぞ、お前。しかし、死にはしない。逆だったね、ホッケね。生ホッケはそういう風にやっちゃダメだってことが分かりましたね。みんな分かったか。生ホッケは腹の方からいかんとダメだぞ。いや、でもそれはこの焼き器がそうなんだ。こさないとみんなボロボロになるんだわ、皮、身が、うん、ね。よし、久しぶりにサンダーバードが出動だな。これはサンダーバード。
ミゴ。いや、ミゴじゃねえよな。イチゴって本菜？またそのネタかよ。もうやめようよ。もうやめようよ。やめようよ、マサヤさん。もういいじゃない。俺は頑固なんだな。ちょっと必要する。ロップでやりましょうかね。こっちは今白白がコトコトと言ってますね。こっちはちょっとかからない、まだ白だよね。コトコトね。コトコト。うん。あ、今日はなんかちょっとさっぱり系だね。まあこれだけでいいね。このぐらいです。ちょっと普段より少ないけど、汁自身も少ないんでね。ちょっと何かに使っちゃったりするとね、こうなるけど、これそんな多くなくてもね、こう美味しそうに見えるから大丈夫。美味しいよ。実際しゃぶしゃぶ肉で作る汁っていうのはやっぱあれだよね。額に入れた風景のようだよね。あ、なんか文学してるね。で、ホッケはね、干さないと身が崩れるんだわ。わかりました。初めて生ホッケ見ましたから。こんなもんだな。はい、量が少ないけど勘弁してもらいましょう、ね、醤油も少なくていいかな。ちょっとほうれん草を散らしてあげますか。外で食事した時食えないかって言ったら、この汁が食えないんですよ。出張とかで、あの僕1週間ぐらい、あの国体の時期は国体開催圏行くんだけど、何が食えないかって、この汁が食えないのが辛い。そんなに辛いのって言われるかもしれないけど、辛いんだよね。これはもうしょうがないぐらい辛い。だいたいもう本当に魚が、あ、魚、肉がピンク色なくなったら入れておしまいね。おひたしになりますからね。はい、これが終わったら返す刀で、返す刀で好きだね。ほうね、返す刀で、はい、これ返す刀、はい、返す刀で、あれ、顆粒だしねえかな。だしの素なくなっちゃったね。だしの素がないときはどうするかっていう、仕方ないから別のおだしを使いましょう。鶏ガラのだしを使うね。これ使っちゃいましょうかね、鶏ガラね。うん、珍しいね。在庫切れとは珍しい。
キットで何やるかというと、よいしょ、もう魚が焼けてる匂いがする。オッケーだね。玉ねぎですね。玉ねぎ。これ1個だけで半分ですね。普段は1個やっちゃうけどね。今日は半分にしよう。からね、カツの仕立て直しになります。カツ、よし、玉ねぎはよく揉んでバラバラにならないとね、ダメよ。で、バラバラになったのをさっきの出汁の素を入れます。ここはね、出汁の素の中に入れてよく見ましょう。なんか魚すごくいい感じに焦げてるの。おお、うまそうじゃの。このまんまホッケ王国に突入だね。はい、こちらでカツがありますから、カツのこっちの方のカツを使いますかね。こっちはまた明日。卵足りない。卵保管所に走る。ね。これ困るよね。卵保管所ってのがあるんですね、ここにね。あ、いけねえ、ネギでの忘れた汁に。ここが卵保管所になります。卵をね、なんかお歳暮にもらうんですよ、ね。ここ入れちゃいますね。今、丸ごとの白菜が一個あるんで、それを、ね、使いますね。これね、生食用の卵なんだよね。これに騙されてカルボナーラ食っちまった。騙されてね、魅惑されてた。うん、雰囲気が悪い。これね、すんごい熱くてうまそうなカツなの。なんか揚げたて食うのが一番美味しいけどね。でもこうやってね、中がすごいジューシーだから、僕は薄めに切るの好きね、こうやって。で、ここの汁を見てあげて。今日は薄めに、少なめに入れてありますね。で、この汁っていうのは、ね、上に、カツをあげてあげましょう。みんなこう、ひたひたに入るぐらいのね、狙い目でございます。ね。そのカツの旨味がこう、汁の方に入ってきますから、カツ丼ですがね、カツ丼。そのぐらいの量だって卵2個ってところだな。さっき持ってきちゃいましたね。うまいよ、生食って食えよ。よし、ゆっくりとね、味が入っていきますから。ここでボンって卵入れるともうスポンジケーキみたいになっちゃうんで、それはあまり好ましくないんでね、この汁を一回外に出しますね。で、こっち側が同じようにこうなってこうやって。ね、ほら、うまそうだね。十分芯まで味が入り込んでいくんだけど、これ汁が半分に減るまで煮ないと、もっと煮ないとダメですよね。味が外にこう出ちゃったから、それをこう、まだ中に入れないとダメですね。これはあんまりフレンチオムレツみたいに細かくまではよくは溶かない方が美味しいような気がします。これはかなり水分が多いんです。
はい、これを一旦ね、ここにねわーっと出してあげて、出してあげて、こんなぐらいにしてあげて、おお、同じ火力でいくとこのぐらいシューってなりますから、この上に卵をゆっくりね、あんまり慌てないで、全体的な上にこう乗るようにねしてあげて、いい感じですね。でこれがこう固まってくるじゃないですか、でこうやりながらね、固まってくるともうあの出汁に散らないんで、少しこうやってやると焦げないですね、外側からね入れてって、このままちょっと開くたい感じのところにやって、あ、蜜葉のせたりするとね、もうごっつお出るのね、ごっつお、はいはい、ごっつお終わり。にんじんとこれはスープね、スープこんな感じ、これちょっと後で使う可能性も、こんなもんで配膳に入れるのかな。お、そうだ、さっき、サクッと切るとこうバッともう盛り付けが入ってますよね。ヤスリシャン買ってきましたね。でこれも買ってきたんで、この人ももう使い終わっちゃうんで、かまぼこだよね、これね、カミカマ大好きでさ、これ若い頃は主食のように食ってましたね。なんじゃそうだっけ、そうだね、ちょっとあの野菜とこう混ぜるといいですね。刺身はこれできますか。まゆちゃん来ましたね。何しに来たの、まゆ150円ぐらいでしょ、これで。ちょっと名前聞きたい。賞味期限終わりかけのやつってのはちょっとね、匂いが残りますね。まあ、しょうがない、貧乏なんだからしょうがない。お、危ない、今落ちたら前の餌食でしたよね。前の餌食ね、前の餌食やんねえよ、前よ。刺身食われてたまる、こうだ、ダメだよ。夜も眠れませんでした。はい、前あげる。めっちゃよかったね。レタスだよ。あ、なんか俺がゲットしたらいいんだなっていう感じの、あれがいいよね。可愛くて。このまんちゃんいましょう。
レタスだけってのはね、どうも食いづらいんで。絞って、カニカマと合わせちゃいましょう。これね、これが心底愛したカニカマとちょっとあ、こうね、合わさって。はい、一品おごり。誰それ。一品おごり。うまい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 、ダーンダーンダーン、もっとダメダメ、ちょっと今取れてるから、もう一回ダーン、はい、よし。うまいっぱい吸って後で怒られてるな、俺ね。犬に物やっちゃダメだよ、早く死ぬから。そこは人間だってな、物やっちゃダメだよね。贅沢を、なんかどうしたらあんなでっかいレタス、あんなでっかいレタスもらうの私初めてって感じだったよね。はい、それでは配膳に入りますか。最近ね、このぐらいある、こんなとうまそうじゃろ。貝は小鉢に取ってありますからね、そのまままだ煮てみましょう。あ、いけねえ、おじいちゃんにこれあげるんだったら、これこれおじいちゃんのやつね、昨日残したやつなんだわ。悪くなってないですね。これはもうそのままテリテリが入れ、これね、うまそうでしょ。まあそのままテリテリね、テリ入れちゃいます。一晩経つとどうしても味がね落ちちゃうから、テリを入れちゃいましょう。で、ホッケがもういいから、ホッケを出すと、おいしい晩ご飯のオールセキュースと、サンダーバード1号が来ましたね。チェッチェルジェーン、チェン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 。すごいね、ホッケね。生ホッケだよ。やっぱりあれだね、干さないとダメだね、生ホッケね。崩れちゃうわ。これはおじいちゃんかな。お、おじいちゃんかな。こうやってね、あ、だんだん熱かけますね。ちょっとばらけますから、ちょっと構わないね。で、酒を、うわ、かけすぎた。ね、マユどうしたの？なんか隠れてワンワン言ってますね。あんなこと珍しいな。はい、こっちはほら、もうちょうどいいぐらいですね。これ前に煮ちゃうと、もううまいですよ、これ。OK です。ではそっち、魚が、ね、この人たち、これちょっと醤油多かったんで、鍋の方に醤油残しましょう。こんなでいいですね。で、おじいちゃんの皿の上にはこうやって照りを入れた魚ね。これは昨日のサンマです。サンマにサーモンでしょ？必ず味見してくださいね。改善する人は味見ね、忘れずに。骨がないかもかもね。
ね、ホッケですね。いろんな魚が入るところがね、いいところなんだからね。こうやってホッケの身のところね、皮もちょっと揚げて面白みがありますね。うん、うまい。で、こうやって見ると分かる通りに、昼の朝の料理が残ってますよね。このナスの醤油炒めね、朝作りました。これが残ってるでしょ。で、これイワシの肉煮付けで、これも残ってるし、これは今朝の鮭でしょ。多彩なタンパク質をね、少しずつ取るってのは、実際には、一回一回の食事の中ではそんなに多くは作らないんですけど、こうやってオーバーラップさせていけば、当然、少しずつ取れますよね。で、残るからどうしても味が落ちちゃうけど、それは上手に、それは上手に、仕立て直してやるっていうのがね、大事だよね。僕は仕立て直しっていうのがもう本当に料理の中では一番大事な技術だよなって。そうしないともったいないこと起こるし、無理ですからね、一日何十品目と。よく30品目ってバカなこと言ってる医者がいるけど、どこにその根拠あるんですか。本当に腹が立ちますよね、ああいう根拠があって、いい加減に偉そうなこと言ってるやつ。偉そうだね、お前たちって言ってるよね。偉そうだね。そんな立派なフロックコートを着てお手数おかけいたします。大学芋安かったらやってきちゃった。じいちゃん好きなんだよね、これね。こんなで多分いいですね、料理はね。はい、これでね、これ珍しかった、白和えで美味しそうだから買ってきちゃいました。それで、あとは小鉢入れて。あー、でも疲れた、今日は。もうね、ちょっと軽い納品があってチェックしてもらったら疲れましたよね。いいお客さんでね。これね、白和え、ごま白和えね、豆腐で固めてた。安い。で、これがこれが箸休めですね。おじいちゃん好きだからね、これね。なんか本当にうまそうですよね。今日は肉に魚魚の日じゃない、ホッケだったからね、魚がね、ホッケで。だからそうなっちゃうね、そうなっちゃうね。ちょっと失礼な言い方だね、雅也さん、失礼ですよ。何その偉そうなやつ。キャベツをね、いつもは盛るけど、たまにはこういうのもいいよね。よいしょ。で、これに何入れるんだったっけ。いらねえな。で、あとはヨーグルトが入ります。ね、ヨーグルトね、これ昨日買ったんですよ、安かったから。で、この辺のやつをね、こうやって定期でまな板出てこい。ここで切っちゃうね、こんな感じでね。これ100円なんだよ、これで。ちょっと
俺も食いたくなっちゃう。俺果物嫌いなんだよね。はい、ということで、おじいちゃんのご飯の用意できました。もうそろそろ来るんじゃないかな。まあ大抵今ぐらいの時間にね行きます。でご飯食べてゆっくり寝て起きて元気に人生生きていきますね。みんな元気に生きていこうじゃないの。大学芋どこでいいかな。すげえほら大学芋うまそうだね。おい包丁どこ包丁。食べます。うん、うまくないな、あんま昔のあの、いや、まあそんなまずかね。あ、そうか、これいうつもりだったんだ。帰るんだと思うんですよ。これ出せないと困るからね、出してあげないとダメだよね。こうやってやるとね、貝出てくるでしょ。中までちゃんと出さないとダメよ。難しいんだから、この貝出すの。こうできるだけ入れてやって、最後のこの尻尾の黒いところね、ここがまたうまいんだよね。もう取れた。この頭取ってやんないとダメだ。ここにまだ残ってますから、こういうのもったいないって言うんだよね。もったいない、お化けが出るぞ。もったいないってのは経済金銭的な評価ではないよね。せっかくここまで大きくなってくれた生命を捨てるということ自身がもったいないだよね。そんなこと言うのは取れません。取れません。うん、取れた。これうまそうだろ。この糸もね、バイガイってのかな、巻きガイってのかな。うん、これうまそうだね。こういう、なんていうの、こういうとこにこそ僕は需要があるなって思いますよね。こういうのを大事に食べるっていうことがいいことやんね。ということで、美味しいご飯が用意できました。で、皆さんも美味しい晩ご飯食べて元気に人生生きようじゃございませんか。あれ忘れてた。汁は持ってねえよ。汁もろ。いい加減だね、これ。この青いところいっぱい入れてあげましょうね。なかなか年寄りってのは青いもん食いづらいんでね。この肉はね、一緒に食べてみてるとね、まず最初に肉パクって食うから。やっぱりね、タンパク質ってのはすごく重要ね。食べたいって思うもん食べたいわけだからね。野菜中心なんていう言葉に騙されちゃダメだよ。美味しい料理は野菜が必ず入ってますからね。はい、ということで、はい、出来上がりました。俺はもうちょっと仕事したらご飯ですけどね。じゃあね、みんな、まいよ。